E プラスをご覧の皆様、こんにちは、鈴木和夫です。はい、僕が演じますのは肥後藩士、宮部敬三でございます。幕末の志士、砂漠派、倒幕派といいますと、倒幕派の大物と言われている、人物です。幕末の志士の物語というと、砂漠派、倒幕派、どちらかがヒーロー、どちらかが敵という描かれ方が普通だとは思うんですけども、この池田や浦というのはどちらもヒーローであり、どちらもいろいろなものを背負っていて、その当時の若者の熱い感情というものを熱く表現しています。先日僕が演じる宮部敬三さんのお墓参りに行かせていただきまして、クライマックスの宮部さんの思いという言葉を、長いセリフだったんですけども、それを捧げさせていただいたんですけども、自分自身も込み上げるすごい何かわからない熱いものがありまして、僕の思いや、幕末の志士の思いというものをこの舞台で表現できればと思っております。本日立ち回りの稽古初日を迎えまして、想像以上に激しく華麗な立ち回りでしたので、迷惑をかけないように本番までに精進したいと思います。ちょっと固い話っぽいですけども、ちょいちょいギャグも小気味よくテンポよく盛り込まれておりますので、時代劇が苦手だという方でも楽しんでいただける作品です。ぜひ劇場に足をお運びください。よろしくお願いします。